はい、今回も竹中平蔵さんの平チャンネル、なかなかね興味深いというか、やっぱりこういう話面白いなと思うんですよ。竹中平蔵さんが大臣に、まあ、オファーを受けるっていうのは想像できないことではないと思うんですけども、これをね断っていたというね、これついでに誰からオファーを受けたのかってこともね知りたいなと思ったんですけども、今回のテーマはそれではなくてね、なんで竹中さんっていつも批判されるのかなっていうふうなことを考えてみたんですけど、言うことは間違えた政策とかあるかもしれませんけども、それはね結果的に間違えたことはあると思いますけど、それは思想の違いなんですよ。で、竹中さんが意図をして人を貶めようとしているところっていうのは竹中さん自身の発言からはないんですよね。で、いつも思うのが、竹中さんそう言うけど裏ではこういうこと考えてんじゃないのみたいなことがどんどん一人歩きして、そういう人なんだと思われているところだと思うんですよね。で、私はこれはねどっちかは分かりません。竹中さんがやったことによって世の中が悪くなったのだとすれば、竹中さんのその考えに同調した人が多かったということなんで、これは竹中さん一人のせいではなくて、それに加担した大勢の人のせいだとも言えるんですよね。まあ、そしてですね、竹中さんがやろうとしたことの中で、うまくいった面というのも必ずあると思うんですよ。うまくいったからこそその割を食う人が出てくる。これがだから資本主義の原理ですからね。だから誰かが大きな利益を得てる裏で、誰かが職場を失ったりとか安い低賃金で労働させられたりという現実があるのは、これはもうね共産主義でない限りあるわけなんですよ。資本主義っていうのは競争して1着から5着までビリッケツまで順位をつけましょうねって、そして順位がついたのは平等でしょって、だから1番の人にはたくさんもらえるから1番になるように頑張りましょう、5番の人ビリの人にはほとんどもらえないから5番にならないようにしましょうっていう考え方なんですよ。その中で1番とか2番とか3番になった人が自分の余力で4番5番の人を救おうねっていう、そういう動きもあったりするわけなんですけども、基本的にはビリッケツになった人を1番と同等の扱いをしましょうっていう考え方は資本主義には入ってこないんですよね。まあ、ですから私たちは資本主義とその共産主義のなんか合いの子みたいなのを求めていくのか、それとも資本主義そのものを否定するのかってことになっちゃいますけども、その狭間で生まれたのが派遣法ですよね。派遣社員の方をどういうふうな扱いにするかってことが竹中さんが一押ししたというふうに思われてますし、私も思ってるんですけども、冷静に考えて竹中さんが一人でこういうことを決められませんし、それに反対する人がいればやっぱり成立しないわけなんですよ。だから言い出しっぺは竹中さんだったとしても、これは多くの人がそうしようというふうに決めたからそうなったのかもしれませんし、実際に派遣会社、派遣を規制緩和してね、どの業種でも OK ですよってやっても、そこに派遣社員として行く労働者がいなければ成り立っていないと思うんですよね。で、私は派遣社員になりたくて10年間一度もなれなかったんで、羨望の眼差しでね派遣社員の方を見ていたっていうのはこれまでも何度も言いましたけども、実際派遣社員になった方っていうのはなった時はよし派遣社員になったぞっていうふうに夢と希望と意欲に燃えて働いたと思うんですよ。その後派遣会社法が規制緩和した結果、いろんなところにほころびが見えてきて、うまくいかないことが出てきたっていうのがあったのかなと思う。それは本当にねお気の毒なところだったとも思いますけども、じゃあ会社員で働いている方がじゃあ恩恵を十分受けてるかっていうと、今会社員として働いている方もね45歳以上でリストラ宣告されたりとか早期退職を進められたりとかね、場合によっては30代で正社員の方が退職させられることをねこう勧告されたりとかっても会社内であるわけなんですよね。だからどこの立場に行っても自分のふさわしくないところに行ってしまえばそれなりにきついんじゃないかなってことなんですよ。そのはけ口として竹中さんがいつも出てくるに過ぎないのかなっていうところもありますし、実際に私も、ね、社会に関わってないんでこういうことを勝手に言ってもしょうがないんですけども、実際に竹中さんのやったことによって結果責任を爪腹を切らされるのが、まあ、国民の一人一人、労働者の一人一人、派遣社員の一人一人だったとしたら、それは怒りに燃える気持ちも分からないでもないかなと思うんですけどね。この辺実態どうなんでしょうね。感情的にあいつのせいにしておけばとりあえず胸がスッとするっていうものなのか、竹中平蔵プロパガンダとして竹中平蔵さんを貶める勢力があるとしてそれがうまくいってるのか、それとも本当に竹中さんがずるくて悪い人なのか、そしてずるくて悪い人だとしたらなんでその人がね権力を持つところに据えられるのかっていうね種々の疑問もやっぱり出てくるわけなんですよね。いずれにしてもすっきりしないところが多いんで、この竹中平蔵の平チャンネルの方でね何か分かればなと思うんですけども、一番私が、竹中平蔵さんからね本当の意味でのオピニオンを取ってこようと思えば、私が慶応大学に入学してね、でそこで竹中平蔵さんの授業を受けて、でなんですかね、まあそこでインタビューするかですよね、授業の合間とかに。ちょっとこれは私できないでもないんでやってみようかと思います。まあ、不満がある、疑問があるんだったらその大元に行くのが私は一番だと思いますので、これからね、慶応大学ですよ、慶応大学への
入学手続きのためにちょっとね卒業証書か卒業証明書をちょっと取得してこないといけないですね、大学にね。それをもって社会人入学を進めてみようかと思います。慶応大学のホームページから多分社会人入学ってあると思いますので、そちらの方でね、ちょっとお金もかかるみたいだし受験もあると思いますけど、ちょっとやってみようかと思います。48歳にして早稲田大学の大学生になろうかなというね、不純な動機ですけども、竹中平蔵さんとマンツーマンでねちょっと話をできるのはそのルートぐらいしか私は思いつきませんので、ちょっとやってみます。いかがですかね、こんなのは。またなんか皆さん、ヒントがあったら教えてください。